はい、皆さんこんばんは。マッケンズビデオラボのマッケンです。ということで本日はこちら、桜町熊本にやってきたわけですけれども、私は、この桜町熊本にやってきたわけではございません。今日はですね、桜町熊本の横の、花畑広場で行われている、クリスマスマーケット、こちらにやってきたわけです。まあ、去年も一昨年もやってたみたいなんですけれども、私は、そういったものとは無縁だったので、今年やっと初めて来ることができました。そして、まあ、来ることができたと言っても相手がですね、まあ、いつも通り父親ですので、まあ、いつも通りの展開ということです。ということで見ていきましょう、クリスマスマーケット。はい、ということでここからはクリスマスマーケット熊本の中に突入です。でこのクリスマスマーケットというものはですね、もともとドイツで生まれたもののようです。なぜドイツで生まれたかと申しますとですね、これあのドイツはどうしても冬は寒く、そして天気の悪い日が多いということでですね、なかなか観光客も来ないということで、こういった取り組みをやってきたそうです。でそれが今やですね、フランスとかですね、他の国にも広がって、そして日本にも上陸したということでございましょう。でこのようにですね、熊本のクリスマスマーケットはなぜか農機具を使ったようなですね、こういう展示が非常にたくさんございました。なぜドラゴンなのかはよくわかりませんが、そしてこのように、万国旗のようにですね、あの旗がこうかけられている、まあこういった雰囲気というものは、まあ運動会ぐらいでしか日本人というものはですね、なかなか体験することができないものでございますけれども、非常にいい雰囲気を出しておりました。そしてこの熊本ではですね、あの竹明かり、水明かりというものをですね、非常に多く使います。竹にですね、こうやって穴をボコボコ開けまして、そこに LED 電球を仕込むことによって、このように幻想的な、竹の、光る飾り物をですね、作ること。これが水明かりというわけです。そして今女子高生が入っておりますけれども、こちらはですね、何かあのカップルで一緒に入って写真を撮るとインスタ映えですよとか書いてあったんですけれども、まあなかなか撮ることが難しいのかなというふうに私は思いました。そしてここからお店の紹介なんですけれども、ここはホットワインのお店、非常にですね、あの女の人がたくさん働いてて、みんな何やってるんだろうというぐらい結構ぼーっとされていましたけれども、まあ美人どころが揃っておりました。私は車で来ていたので、どうしてもワインは飲めないということで断念しました。そして次のお店はですね、こちらあのビーフシチューのお店です。ビーフシチューのお店、まあ非常にこの時はお客さん少なかったんですけれども、この後非常に増えて、ビーフシチューもこの寒い夜ね、非常に体が温まるかなと思いました。でこちらはですね、何だったっけな、忘れた。で次はですね、こちらは確かフィッシュ&チップスのお店だったと思います。フィッシュ&チップスなんてですね、熊本ではなかなか出てこない、まあ多分出てくるんですけど、飲み屋に行かないと出てこないものなんですが、このように手軽に食べられるとなると、このように非常に長い行列があるものです。それにしてもこんなに若い人が熊本に住んでいるのかと思うほどに、若い人がたくさんおりました。そして次はホットチョコレートのお店、こちらは全国にあるお店のようですが、やはりあのクリスマスマーケットの定番といたしましては、やはりホットチョコレートというふうになるそうで、まあ、ここがメインのお店といっても過言ではないのかと思います。そして次はですね、こちら何のお店だったっけな、思い出せないんですけど、こちらもですね、あの食べ物のお店です、ね、非常にたくさんの、あ、そうか、赤牛バーガーのお店ですね。でこちらは、チキンですね。そして、まあちょっと炒飯みたいですね、そういう雰囲気の、お店でございました。で次はクラムチャウダーのお店、こちらのお店ですね、2杯で、いくらだったっけな、なんか結構安く売ってたんですけれど、まあなんか男性がいっぱいいるという感じのお店でした。そして次はこちらがですね、自家製ソーセージとかですね、ベーコンとかそういったものを使って、非常に美味しいソーセージを出しているお店でした。まあ一番多かったかな、人が並んでるのは。で次がですね、あのちょっと見えましたけれども、はい、左側に見えてるのが、ここもホットワインのお店。そして
真正面が確かパン屋とかじゃなかったっけな。でここが、イリアーモンドのお店だったと思います。違ったっけな。あ、ここがイリアーモンドのお店ですかね。ね、わー、アーモンドを行ってそのまま売るってなかなか斬新だなと思いましたけれども。そしてこのなんかひときわジブリの森みたいになっているところ、こちらがですね、コーヒーのお店です。タンポポコーヒーというふうに書いてあるんですけれども、タンポポコーヒーを売っているわけではございませんでした。そしてこちら、こちらがチュロスのお店ですね。まあ、チュロスというとですね、熊本では本当になかなか見かけることがないんですけれども、やはりそうなってくるといっぱい並ぶわけです。まるでディズニーランド気分。そしてディズニーランドに負けず劣らずのですね、こういうあのこれは魔女なんですけれども、こういった飾りとかですね、他には、こういったくるみ割り人形みたいなですねやつですね、こういったものが、軒先にたくさんかけられておりまして、まああのお店ごとにですね非常に工夫を凝らしているといった感じでした。しかし私がそそられた飾り物はこのやはりソーセージということで、これを頼んでみました。ラクレットを一つ、まあ父とですね2人で分けて、そして、そのスモークチキンを1人ずつ、買いました。600円なんですよ。でこの真正面に見えてるドーム、これは予約するとですねこの中で食べられたそうなんですけれども、私はそういったことは全く知りませんので、この寒空の下ですね食べることにいたしました。いいですね、情報を知ってるということはですね、やはりあの情報に勝つと、人よりもですね、利益を得ることができるという、そういったことになりますので、やはり情報戦というものは大事なものなのです。そしてこれが買った、スモークチキンと、ラクレットですね。ラクレットのチーズも非常に美味しく、そしてこのスモークチキン、まあ、画像ではですねそんなに大きく見えないかもしれませんが、これ 250g ぐらいありまして、非常に大きいものでした。まあ、焼いてる時間短かったなとは思ったんですが、中にはちゃんと火は通っておりまして、おそらく後ろの方であの湯煎でもしてたのかなというふうに私は思っておりますけれども、真相は謎です。そしてやはりあの塩っぽいものを食べた後はやはり甘いものを食べたいということで、このホットチョコレート屋に戻ってきました。ホットチョコレートってねなかなかね飲まないものなんですけれども、まあホットチョコレートってなんだろうなぐらいの感じで飲みに来ました。しかしここも結構いっぱい並んでてですね、そしてこのように、私の脂肪をですね体についた皮下脂肪が、叫んでしまうようなですね、甘そうなうまそうな、そういったなんと言ったらいいんですかね、ショートブレッドみたいなものがですね、あとクッキーとかアイシングクッキーっていうんですかね、こういったものがたくさん並んでいました。しかし私はホットチョコレートだけ飲むということにしました。でこの日はですね、あの父と二人で来たんですけれども、やはりあのお土産を母の方に買っていこうということで、コーヒーが大好きな母にコーヒーを買っていくことにしました。そしてこの、売ってたお姉ちゃん、私を撮ってくださいということで撮りました。で、この後少しだけですね、この桜町熊本の中に入ってですね、上から見てみようということで入ってみたわけですけれども、まあもう何時ですかね、8時過ぎ9時ぐらいですかねだったんですけれども、まだまだ、人がたくさんいるという状態でした。お店はもう閉まってるんですけどね。そしたらこんな時間に、高校生が、手をつないで歩いていると。まあ我々の時代だったらですね、そして私は田舎の出身ですので、そんな駅前とかでこんなことをやってたら非常に目立つわけで、まあ、なかなか、補導されて終わりでしょうが、最近の若者というものは遊ぶところがたくさんあっていいものです。そして桜町熊本の屋上というものはですね、このように庭園のようになっておりまして、まあ、ここも、デートするとかですね、あと写真撮影とかですね、そういったいろんな用途に使えるのかなと、ああ非常に綺麗だなという感じでした。熊本も非常に都会的になったものです。そしてまあこの後電池切れてしまうんですけれども、このようにですね、まああの桜町熊本の上もですね、やはりあのクリスマスのようなちょっとこうなんていうんですかね、アメリカの田舎の、クリスマスパーティーみたいなですね、なんかそんな感じの雰囲気を作ってあったのです。いやー、田舎も都会になるもんですね。そして私が個人的に気に入っているところがありまして、このくまモン、はい、これハンドボールのですね、あの衣装を着ているんですけれども、このくまモン越しにですね、
街中をこう見下ろすっていうのが私の、大好きな場所でございます。ね、くまモンと一緒に見てるぞっていう感じなんですけれども、この日はジンバルをつけていてですね、ちょっとこうズームとかできない関係でこのように、なんかだだっ広い風景になっておりますけれども、もうちょっとですね、ズームすると非常にいい絵になります。で、右側に見えてるあれがですね、まあクリスマスツリーだったりして、あそこで行われていたわけです。ちょっとガタガタしてますね、画像がですね、すいませんでした。で、このように見上げましてね、お本当にクリスマスマーケット、まあいいことをし始めたなという感じですね。まあ震災の後ですね、復興の象徴として去年始まった催しだそうですけれども、全国で27箇所やっておりまして、他のところでもこういったことが楽しめるかと思います。そして私はキロに着きました。電停にですね、これ熊本市内の名物なんですけど、熊本市名物のですね、電飾電車が止まっていたので最後撮影してみた次第でございます。ということでですね、まあ、熊本に来たらこういった名物がですねたくさんございますので、皆さんぜひ見てみてください。ではご清聴ありがとうございました。